はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ケディです。イーストシェイドの続きをプレイしていきたいと思います。前回はここの真空ドインの盗難事件、とりあえず解決ですかね。犯人はヘレナでしたけども、ヘレナもまあ悪気はなかったみたいな感じのことは喋ってましたけど、もう一回ちょっと聞いてみましょうか、お話を。 So, you actually weren't the detective after all. 結局のところあなたは探偵ではない。本心を見てないってことかな。私は廃墟の中に何かあるかを確かめなければならなかった。私は今までそこには霊だけがあると信じていたが違っていた。科学があった。しかし私の心は観光地として利用するとは思ってない。入るためのパズルを解くために本が必要だった。バーディムが、特殊その土地でいいことしようと、儲けようと声をかけてきたけども、私はそういう気はなかった。ああ。私はその本で遺跡の中に入る予定はあったが、遺跡の中のものを破壊したりするということはない。なかったでしょう。もし何かを見つけたとしても、ちゃんと大学に報告していたっては言ってますね。とりあえずいろんな方に。And I believe my work here is just about done. あ、私の仕事は終わったかなって言ってますね。Well, I thought Helena was acting strange. Guess you can always count on me, detective. 私はヘレナが変わった行動をしていると思っていた。That would really be something.ミュージシャンは Thanks for working on this case, detective. We were worried we'd be trapped here forever. 事件を解決してくれてありがとう。永遠にここに閉じ込められるのではないかと心配していたって言ってますね。I didn't expect things to happen so quickly.I guess the ruins aren't ours anymore. I'm glad the university will be studying them. 私はこんなにこの事件が早く終わるとは思わなかった。Poor Auntie. 遺跡はもう私たちのものではない。She must have been really desperate. 大学がそれらを勉強する。あ、間に合わなかったな。Oh well.I'm happy to hear there's something of interest in those ruins. Well, I guess Vadim won't want to buy my inn anymore. But maybe we'll get more interest now anyway. Who knows? I just might convert one of these rooms into a ruins museum. そうそう、ここの店主はちょっとこう店がですね、流行らなくなってきて売るかどうかを迷ってたんですけども、この事件のおかげって言ったらですけど、遺跡にまだ興味深いものがあるというのが聞けて嬉しい。バディム、バディムにこれ言われたんですね、宿を売ってくれっていうのは。バディムはあのブルーローズのマークがありましたもんね、スーツケースの中に。ここの、いずれはここの部屋のどこかを廃墟のブルーム、何でしたっけ。Oh well, I'm happy to hear there's something of interest in those ruins.
I guess Vadim won't want to buy my inn anymore. Mm. But maybe he'll get more interest now anyway. Who knows? I just might convert one of these rooms into a ruins museum. この宿屋の一室を廃墟の美術館に変えようかとちょっと今思っているって言ってますね。Finally, we can leave. Maybe we'll get to play in Narva after all. いよいよ出発することができる。これでナバで演奏をすることができる。Can't say I'm pleased the case was cracked. I was quite enjoying the excitement. Back to dreary days in bed, I suppose. ナドミラさんはあの、うん、探偵してた時にその興奮しているって言ってましたけども、犯人が見つかって。ちょっと悲しいって言ってますね。私はこのドキドキを楽しんでいた。またちょっと怖い日に戻ってくれてもいいなって思ってるって言ってますね。で、あとは科学者ですね、翻訳家さん。この人は大学をクビになってますからね。遺跡をまあ探ろうとしたって取られますからね。翻訳したっていうことは。で、大学側は、はい、あの遺跡を守りたいっていう感じだみたいなんで。Well, after we recover the translation book from Helena.Maybe I can get my position at the university back as well. ヘレナからの翻訳書を回収した後で大学に戻ろうかなと思っている。I only hope I can preserve them for future generations. And imagine what we can learn about the past. あの廃墟は彼女にとって重要なものだった。If we uncover even one artifact, the ruins will be protected forever.No tourists, no names carved in the walls by hooligans. 結局私は良くなることを願っている。一つでも廃墟でアーティファクトを発見すれば遺跡は永遠に保護される。船、あ、なんだリードボート。You also find reed boats quite capable of coastal travel. I can't imagine your contraption there isYou'll need リードボートの作り方を教えてもらった。Best wishes and sorry for accusing you of taking my translation book. I'm sure you understand. うん、ありがとう。まあ、この人はこの人で、まあ遺跡は大事には持っているみたいですね。オーライ。これだ、リードボードボート。糸が4つあればもう作れる。おお、おお、マウント。どうしよう。あ、早い。早い早い早い。これはブルームサックラスより全然早い。ちょっとマップをチェックで。ここかな、まあ降りれる場所っぽいのは。まず一旦ここに、じゃあ
あの指輪は、まあいいか、指輪を食ってしまった魚も釣りたいんだけど、多分こういう船からでしか届かないようなところで釣れば捕まえられそうだけど、とりあえず行ってみよう。降りられ、よし。でしまっておいて。いやー、これで一気に行動範囲が広がりましたね。とりあえずちゃんと素材を取っていって。上に行くべきか。こっち側かな、はじめ。ここ上に上がっていくと、そのティフモはなんと、ここはハーブが、あ、ここになんか洞窟あるよ。ハーブが生い茂っていて、ハーブティーを楽しめる。で、ここのどこかに、そのじゃディフォンはルインズですか、遺跡がどっかにあるってことかな。なんか、なんだあれ、こっち側気になってたんですよね。道なりに行くべきか。ここに水車小屋があるんで、ちょっと水車小屋に、行けるかな、行ける。この向かい側に K&K が、そうですね、ここ気になってたけど、これ入れないかな。ただ単に水車小屋っていうことか。未開の地だから、行ったことないから、今、まあ、この辺ですよね、 K&K の向かい側
こっち側全然で、林道から見えていたこの辺に確か灯台みたいなのも ありましたしね。ちょっと散歩しながら行きますか。あれがあの釣りしてる人だの向かい側に来たと。この川を下っていってみても面白そうですけどね。温泉発見。これで2個目か。あと温泉の成分をですね、確か取らないといけないんで。あった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 。ああ、誰かいる。どれだったかな。これかな。これですね。バイアルにこれ2個目。あと3箇所あるってことか。ホットスプリングサンプル。ちょっとこのおっちゃんと話してみよう。Well, well. Come to lengthen your life, eh? That's a smart choice. These springs. あなたの人生を長くするために。They'll make you live forever. Tell me. あなたは永遠の長生きができるって言ってますね。この。私の年齢はいくつだと思いますか？ってのセブンティー、70歳、30歳。30ってことはないですよね。一番下は？よくわからない、よくわからない。オールドマンさん。私は一日中ここにいるので永遠に生きることができるって言ってますね。他の場所に行きたくない、行きたくないですかっていうのと、ずっとここにいるんだ。それは退屈じゃないっていうのと、リラックスできますね。他のとこに行きたくないですか。私はすでに全てを知っている。今は私に必要なのはここにとどまること。157歳、157歳って言ってる。うん。
私は温泉から出ることができない。私はある日病気になって、そしてここにたどり着いたと。ずっとここにいるみたいですね。病気になってから。本当かな？それは本当ですかっていうのと、それはミラクル。まあ、157歳だとちょっとね、ちょっとこう来てる面もあると思うので、本当かな？Of course it is. I know the one that makes me look younger, but I'm older than anyone else on this. この島全体で誰よりも年齢が上だ。I'm so glad I found this place.この場所を見つけてとても嬉しいって言ってますね。You should really consider staying here. You don't want those bones of yours to grow brittle. あなたもここに留まった方がいいよ。自分の骨をもろくしたくないだろうって言われましたね。本当なのかな。今ここですね、温泉を発見してこっち側行ってみようかな。じゃあ、なんだこれ、ブルームサップ。あ、すごい、ブルームサックがすごい綺麗に植えられてるけど、ちゃんと回収しながら。あ、これは、ん、若い時は青なのかな。トーマ、トーマファーム、それとも色違いのなんか品種改良的なあれなのか。あ、取ったりすることはできない、さすがに。青いブルームサック、でもこれが大きくなると白くなるのかな。お墓がアシム、ビーラブドファーザー、アンクル、なんだろう、アンドブラザーかな。の人に話しかけて、チリさん、あ、歌うまい。あなたは海に行ったことがありますか。いや、海から来ましたからね。うん、私は後悔してきました。海を後悔してきました。私はたくさんのビーチに行ったことがあります。私は後悔をして
ここに来ました。Oh, gosh. Is that right? That's a dream of mine. My dad's cousin, Clara. それは私の夢です。私のお父さんのいとこ、クララは海の壮大な船長。お父さんのいとこが船長。私はナバ大学で勉強してアカデミーに参加しようとしている、数週間のトレーニングを今しているところ。海に出たいみたいですね、ベストオブラック頑張って、ナバはいいキャンパスです。この農場はどうですか、頑張ってかな。毎晩私は海の夢を見る。いつか後悔したい。Just thinking of it makes me want to sing forever. Maybe I could grow the crops. Find a new port to export our crops. You never know. 私の父は農場を愛している。You must be parched. なんとなく。Let's see.I've got Bloomsack or Mountain. ところでお茶はどうですか、私はブルームサックティーかヤモリを持っている。ヤモリ、ブルームサックの方がいいかな。ブルームサックティーをじゃあ。Here you go. Blue skies, green seas, rolling the sweet summer tide for me.チリさんは海に出たい。この人がじゃあ父親かな。でこの農場を経営している。で農場が大好き。ちょっと話してみましょうか。でこの人のいとこが、まあ、航海士だったと。 Hello, name's Toma. Nice to meet you and welcome to the farmトマの農場へようこそ。私たちはブルームサックの世界最大の代理店。私の娘、チリですね、彼女が私の後継者になることを願っている。まあそういう流れかなっては思いましたけども、お父さんは娘に後を引き継いでほしい。で娘は海を旅したい。ああなるほど、それは素晴らしい、素晴らしい遺産になるでしょう。彼女は自分の道を選ぶべきです。これは下だよね。自分の道は自分で選んだ方が僕はいいと思うんで下。 No question there. She's got a handful of dreams and no one's ever gonna take them from her. そんな質問は受け付けてない。 Well, better get back to it. I was just taking inventory of our stores. Seems likeWe're missing quite a few veggies, and I've been finding apple cores everywhere. 私たちはかなりの数の野菜を失っている。至る所でリンゴが食われているって言ってますね。Nice chatting. See you.娘はリンゴがあまり好きではないので、娘の可能性はないって言ってますね。誰かがリンゴを盗んでいる。ジャーナル。トーマス・アップル。ブルームサックの農民であるトーマは、彼の
農園の至るところにリンゴの芯、リンゴが食われていることに気づいた。誰が芯を置いているのかって書いてますね。リンゴの芯ある。あ、本当にいっぱいありますね。ちょ、その前に、あ、これはもうサンゴですね、海の。サンゴの勉強とかしてるんで、本当にもう海に出たい。これはキャプテンズメモリー、これがあれかな、このお父さんのいとこ。これは翻訳できないんじゃないかな。なんか難しいですね。ちょっとうまく翻訳できない。ちょっともう一回娘さんに。Blue skies, green seas, あ、ダメか。Rolling the sweet summer tide for me.リンゴの芯を置いていく犯人を探せ。このリンゴをたどっていけば、あったあったあった。向こうですね。こっち行くと、あー、なんかさっき来た時見えた、なんかすごいものがたたってるけど、まずはでもリンゴですね。リンゴ、こっちですね。あ、いる。リンゴの犯人がいるよ。お前らなんで子供だ。ロストガール、孤児かな。ここで何してるの？大丈夫ですか？ここで何してる？喋ってくれない。
この食べ物はあなたたちのものですか？下は？ここにたくさんのリンゴがある。上かな？これはあなたの食べ物ですか？いや、待ってくれ。トーマの農場から盗みましたか？Please don't tell. いやー、待ってこれだよ。ジャーナル、これは盗みは悪いことだが、二人の子供たちが森で迷子になっている。で、リンゴを食べて食いつないでいたのかな。今度下選んでみましょうか。ここにはたくさんのリンゴがある。同じか。助けてあげよう、なんとかして。トーマのところに戻っていいのかどうかですね。でもそれしか今は、娘さんなら何か。Blue skies, green seas, いや、歌歌ってばっかだ。 Rolling the sweet summer tide for me. Strangest thing. After talking to you before, I found a bunch more apple cores. It isn't you eating them, is it? もっとたくさんのリンゴの芯を見つけた。あなたが食べてるんじゃないかって言われたんだけど、私じゃない。あなたの娘じゃないですかっていうのと、これか。誰があなたのリンゴを食べているのかが分かりました。何人かの子供たち。でもこれ言うしかない。どれもなんか、 Just alone in the woods? Are they okay? Take me to them right away. They must be starving.怒るかと思ったら逆でした。彼らは飢えているに違いない。私をすぐ連れて行ってくれって言われましたね。フォローミー。あ、子供たちが。いいお父さんじゃないか。ごめんなさい。Someone silly are looking after us until our dad comes back. They're so nice.トマとチリは、父が戻ってくるまで私たちの面倒を見てくれている。彼らはとても素晴らしい。それ以来は食べ物を盗んだりはしてない。盗んですいませんでした。両親と最後に会ったのはいつですか？本当、両親騒いでないのがちょっと。なぜあなたの兄弟は話をしないのか。両親と最後に。I don't know. We were fishing in the ocean with my dad. But the waves broke our boat and we got lost in the water. We
ああ、父と一緒に釣りをしていたが、ボートが壊れて水に溺れたと。それで喋れなくなったのかな。あ、違った、単純にただの恥ずかしがり屋。彼は私とパパ以外の誰とも話さない。もう一回ちょっと最後に両親と会ったのは、ボートが壊れて、ビーチで目が覚めたが父は一緒にいなかった。なるほど。Thanks for bringing us here. Good thing you found those kids. Just living off apples for who knows how long.あなたが子供を見つけたことは素晴らしいこと。父親を探さないといけないですね。彼らはあなたと一緒にいることができますかっていうのと、両親はどこだと思いますか。下かな。Hard to say, but I don't think they're from East Che. These two are exhausted and famished.彼らがイーストシェイドから来たとは思えない。あ、彼らがもう少し体が休まることができれば分かってくるかもしれないって言われましたね。次は何？彼らは一緒にいることができるか。あのプログラム、おお、問題ない、私たちが彼らの両親が見つかるまで、世話をするって言ってますね。次は何をしたらいい。 We're going to need to whip up a meal more substantial than apples. Thanks for リンゴよりも充実した食事を与えてあげないといけない。うん、リンゴ食ってなかったから。お金もらったよ、逆に。いいのかな。 See you. アップデーター、アップデート、父親探しですね。うん、トマト、チリは父親が見つかるまで子供たちの世話をする予定。 Good to see you again. Thanks again. See you. Awful what these children have been through. We'll get them warm and fed and ready to greet their parents.You know how much I love the sea. 彼らを暖かくして食事を与える。Well, the sea is something to be treated with caution. We'll find their parents, I'm sure. 海は慎重に考えないといけない。You must be parched. Let's see. I've got blue. ところでお茶どうですか。またか、今度じゃヤモリのマウンテンウォートっていうのかな。ヤモリ。ヤモリを持ってる。Here you go.ヤモリのお茶？うん。どうするんだろうね。海の遭難事故を目の当たりにして、それでもやっぱり海に行きたいと思うかどうかですね、娘さん。とりあえず父親を探さないといけないんだけど、まあ、海岸沿いが怪しいですよね。この辺ですかね。うん、はい、では今回はこの辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。